最初そのいただいた台本で海っていう人物を見た時に、私は本当に何もつかめなかったんですよね。監督がこう、美穂ちゃんには闇の部分があるって私はこの間お会いした時に思ったんですって言われて、その闇の部分を今回は表に出せたら、それが海としてのキャラクターとして成立するから、美穂ちゃんの素でやってほしいですって言われた時に、私の素って何なんだろうっていうのと、私の闇の部分とはっていう、こう自分との向き合いというか、私だったらこの時こうするなとかこう言うなっていうのを、自分っていうのをちゃんと中心に置いて役作りというか広げていきました。こういうとこが海なんだと思ったら、もっともっといろんな共通点が出てきて、なんかそれからはすっと役に入り込めたなって思ってます。最後のクライマックスのシーンとかも、本番が終わってカットってなってからもうなぜか涙が止まらなくて、でもそういうことって今までそんなになくて、自然とこんなにさっと感情移入できたのって、やっぱり海が私の住み近いからっていうのもあると思うんですけど、いろんな方に支えられて、心は健康に、体も健康に、無事撮影できたんじゃないかなって思ってます。もうこの人がいれば大丈夫、この人とならどこまででも行けるって思えるような人に出会えることって人生においてなかなかないことだと思いますし、それが高校3年生っていう時にそういう人に出会えたって本当に素敵なことで、若さゆえのなんか周りが見えなくなる恋っていうのに、こう大人になられた方は見て、あ、なんか懐かしいなって思う方もいれば、私はそういう恋愛はしてこなかったけど、こういう青春もあるんだな、じゃないですけど、いろんな共感の仕方があると思うので、本当に幅広くいろんな世代の方に楽しんで見ていただける作品になっているんではないかなって思っています。ぜひ劇場で見てほしいです。今度はいつ帰ってきますか？最初に留守番メッセージが入ってきたのは海、去年のクリスマス前のことだった。この番号が使われてた住所を調べてもらったんだけど、こんな電話かかってくるはずがないんだ。どこで知り合ったんだよ。春川、康介くん、今日昼飯一緒に行こう。は？もしもし、春川真宙くん、聞こえてるか？時間を超えて電話がつながるなんてことはあると思う？本気であんたを好きになったら殺したくなるかもよ。いいよ、二人でだったら何とでもなる。愛と呼ぶには幼すぎる二人だった。ノーコールノーライフ。